ヤロスラフ・ポポビッチ、ヤロスラウ・パーウロビッチ・ポポービッチは、ウクライナ・ドロホーブイチ出身の自転車競技選手。2000年、2001年、2002年、ベルギーのランドブーブ・クレディットと契約を結んで、プロへ転身。2003年、2004年、2005年、ランス・アームストロング擁する、ディスカバリーチャンネルへ移籍。2006年、2007年、2008年、 前年のシーズンを最後にディスカバリーチャンネルが解散。新たな移籍先として、カデル・エヴァンスやロビー・マーキアンラがいる、サイレンスロットへ移籍したが、これといった実績は上げられなかった。2009年、かつての名優ランス・アームストロングが復帰するアスタナへ移籍。2010年、チームレディオシャックへ移籍。2012年、レディオシャック日産トレックへ移籍。2013年2016年、 パリルーベを最終レースとし、引退。ステージレースにおける実績が目立つが、ワンディレースもこなせるオールラウンダー型選手。ありがとうございます。